時刻は22時を回りました。皆様、こんばんは。秋元則子お休み前の本棚の時間です。お相手は私、この間近くの公園で子どもたちに混じってラジオ体操を40年ぶりにやってきました。秋元則子です。やっぱりね、ところどころ忘れていましたね。ラジオ体操、なんか小学校とかに毎回やってたのに、やっぱりちょっと忘れてました。楽しかったです。この番組は、宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより、22時30分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。また、メッセージを随時募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。YouTube でもネット配信しています。また、スマホで聞く場合は、アプリのリスンラジオかマイチューナラジオをダウンロードすると、いつでもこのラジオを楽しむことができます。YouTube では音楽が流れませんので、毎回ジャズを2曲入れてるんですけどね、それがちょっと聞くことができませんので、アプリのリスンラジオからダウンロードしていただけたら嬉しいです。それでは今夜の1曲目、ビル・エヴァンスで What's New をお聴きください。お送りしております。この番組は秋元則子お休み前の本棚です。曲はビル・エヴァンス「What's New」をお聴きいただきました。今日はですね、育児・家事の回なんですが、今日は特に育児・子育てについて話したいと思ってます。といっても、子育てといっても、もう大きくなって学校に行く子たちの話ですかね。ところで、あかりさんは学校好きでした？私大好きでした。学校。だっけ？いいね。あ、本当？小学校も中学校も？小中大好あ、き。本当。ただ高校生になると、このなんて言うんですかね、なりたい自分と今の自分のこの差にこう悩むみたいな、思春期っぽい悩みで通うのが嫌になったりしました。通うの嫌な時あったんだ、高校の時はね。でもなんか、あかりさん、なんか小学校、中学校、すごく元気に、なんか楽しく通ってるイメージ、やっぱりある。そう、なんかっていうのも、この私の小学校のすぐそばに老人ホームがあるんですけど、その老人ホームとよく交流させてくれてたんですね。そう。で、私はこの交流がすごく好きで、で、地域の大人たちと関わるきっかけにもなったから、なんかこう、みんなに甘えられるみたいな感じで、好きでした。じゃあ、家族以外のそういう大人というか、ね、お年を召された方たちともそういう交流があったんですね。そうですね。ああ、それはいいね。あかりさん、私ちょっと調べたんですけど、今、小学校、中学校合わせてね、不登校の子ってどのくらいいると思います？日本に。学校行けてない子。でもだいぶ多くなってそうですよね、昔より。30万人だって。すご約30万人の子が行けてないんだって。い。そうなんだ。なんかすごいよね。びっくりしちゃったんですけど、私、そう、やっぱりね、いじめなんかもあるんで、いけない子もいるんですけど、私の時代にもいじめはありました。あかりさんありました？小学校、中学校で。私の小学校、小中はなくて、いい知ってね。る限りは、ですね。私の時もありましたけど、まあ、学校行かないっていうことはできなかったんで、もう無理やり行ってましたが、ね。そうなんだよね。私が子供を育ててる時に、2人は割と行ってくれたんですけど、
中学のはお姉ちゃん、ちょっとやっぱり月曜日がちょっと行きづらい。月曜日ってなかなか行けないんですよね、学校。ちょっと休みがちになったりするんですけど。高校時代行けなくなったのはどんな風な感じで行けなくなったんですか？いや、友達となんかすごい些細なことで喧嘩をしてしまって、それでちょっと行きたくないみたいな風になったりしましたね。だけそういうど、のもあるね。そう、でも3日もなかったんじゃ、2日ぐらい休んで、あとは行きました。あ、偉い、偉い。やっ ぱ不り登校偉い。2日でした。なんか、やっぱり嫌なことがあったり、それから面白くなかったり、学校行って楽しくなかったら行かないよね。学校ってやっぱり難しいとこだよね。そうですよね。でもなんか私高校の時にこう一時期行けなくなったけど、息の抜き方を覚えたので行けるようになりました。あ、どんなふうに？なんか本当によろしくないんですけど、この仲のいい友達と2人でこの日を決めて、一緒にサボって、バスに乗って名護まで行って、お弁当を食べるみたいなのをやってて。待って、それ普通に学校の制服とかないの？平日なの？カバンの中に私服を入れて、で、親のふりをして電話をかけて、今日は休みますって。それが、勇気いるじゃん。大胆だね。そうですね。先輩たちから、この時間帯は警備員のおじさんしか取らないから安全な時間っていうのを教えてもらってて、これで、なんとかこう、なんていうんですか、でもその時間がないと私はちゃんと通えなかったと思います。わかる、息抜き。私もね、高校時代ね、遅刻ギリギリまでした。全然朝行かなくて、ゆっくり出てて。というのは、もう高校時代からちょっとその演劇の道入ってたんで、大人とばっかり会ってて、高校がつまんなかったんだよああ、でね。すよね、絶対。全然、何にも面白い。それから成績も勉強しなかったから、どんどん下がっちゃったから、面白くないんだよね、学校がね。やっぱり勉強わかんないと、なんかもう全然ね、そこにいても、ダメみたいな感じがね。私が2人子供育てた時に考えたのは、私一人で子供育てるのは危ないって思ってたのね。私一人だけの考えで子供育てるのは違うだろうと思って、もうできる限り友達とか大人に会わせたり、それからいろんな場所に連れてったの。ああ、大事ですね。だって今の子って核家族だし、家と学校しかないじゃない。あと習い事してるなら習い事だけど、そこの往復だけじゃない？そしたらやっぱり今言ったみたいな息を抜くというか、ちょっとほっとする場所がないよね。ないですよね、もきついと思う。う。もうそれになんかこう、一番身近な大人が例えば YouTube 上にしかいないみたいな。ああ、そっか。そう、だから自分でこの選ん、このまだ小さい子供の価値観で、この大人が楽しそうでいい選んだね。人がちょっと良くなかったりすると思うので、私はもうなんか、ただでさえ人と関わり、リアルな関わりが少ないのしてに、ない、してなない。んか YouTube とかインターネットでこの大人の悪い行動を見たりっていう機会が多くなっ見て、る、すあごるい嫌ね。だって思います。ああ、そっか。今全然そんなの考えてなかった。そうだね。YouTube でいろんな世界見ちゃってるんだね、今の子はね。ですよね。で、触れないところでね。やっぱりなんかその大人の温かい何かとかってないよね。ないですよ。絶対ね、親以外の人、先生以外の人、それからそういう自分を認めてくれるあったかい場所ってあるといいんだよね、多分ね。ね、なんか私はそれで言うと、この小学校の時のこの老人ホームにこう通わいいせよ。てもらってたことがすごくなんかこう地域の大人たちに見守ってもらえてた実感があったので、そうそう、なんかそうやってなんか
子供たちの居場所もあるし、おじいちゃんたちもなんかこう子供たちと接することですごい和んでたみたいだし、そう、いいなんとか思ね、う。そういうのだとか。から親じゃなくても親戚じゃなくても先生じゃなくても誰かの愛情が注がれてるっていいよね。見守られてるっていうのね。ちょっと自分がこうなんかいていいんだっていうかね、誰かの見守り欲しいよね。それに自分もそうなりたいって思えますもんね。やっぱり私、あかりちゃんのやってること言いたい。すごいと思う、あかりちゃん。嬉いしようよ。い。いいんですか？あかりちゃんがやってることを皆さん聞いてください。あかりちゃんは水曜日に、とてもいいことをやってるんだよね。そうですちらっね。と。なんか私、毎週水曜日にこの那覇の栄町市場っていう飲み屋街で、夜にしか開けない古本屋をやってて、かっこいい。でそれを作ったのも、なんか私自身がこの飲み屋街ですごい嫌な思いとかをしてきたから、そういう気持ちをなんか持った人が一人にならないで済むように飲み屋街に本屋を作ったんですけど、まあなんか仕事もしながらなので今は週1回しか開かないけど、そう、なんかそうやって私自身のために作った居場所だけど、誰かの居場所になって居場所がつながっていくような実感が最近あるので、ぜひ秋元さんも沖縄来たら遊びに来てほ行きたいでしい。す。もうすごい感動するでしょう。本当いい話だと思います。で、私もなんていうかちょっと勢いづいて言っちゃいますけど、子ども食堂じゃなくて大人食堂を作ろうかなと思ってる。やっぱり私、それ同じ、私自身が寂しいので、大人食堂を自分で作って、大人だから自分でお酒と食べるものは持ってこいって。おお、いい居で場す所ね。だけ、居場所だけ開放するからおいでって。いい 面と思う。白いね。だから子供も大人もみんな居場所が欲しいんだよね。自分を認めてもらえる、ね、場所がね。そうですよ。ありがとうございました。皆さんぜひ沖縄行ったら、あかりちゃんを水曜日の夜訪ねてってください。名前なんて言うんだっけ？真夜中書店って名前です。かっこいい。真夜中書店ですよ、皆さん。ありがとうございました、あかりちゃん。それでは、2曲目、そして今日の朗読に行きたいと思います。曲は、ジョン・コルトレーン、Say It。朗読は梅垣種さんの育児エッセイで、役目が居場所を作り、朝顔がきっと咲くです。では、どうぞ。梅垣種。役目が居場所を作り、朝顔がきっと咲く。とあるきっかけで、長男の幼稚園行きしぶりがピタリと止まった。ここ1ヶ月ほど泣きわめいたりぐずったりせず、淡々と幼稚園に通っている。1年以上悩んできたことが嘘のようだ。我が家はバス通園だ。私は運転できないので本当にありがたいのだが、幼稚園との接点がほとんどなくて寂しい。私にとっての幼稚園とは、息子がバスに乗り降りする十数秒だ。バス担当の先生は日替わり。マスクで目元しか見えぬ先生に、おはようございます。いつもありがとうございます。お願いします。と、早口で言うのがやっと。3年目にして、幾人かの先生の顔と名前がやっと合致してきた。その中でも、お会いできるたび嬉しくなる先生がいる。秋子先生と呼ばれているその方は、20代の先生が多い中、50代のおばちゃん先生だ。制服であるピンクのエプロンのお腹がポコンとしている。おはようございます。バスが開いた途端、独特のイントネーションで明るい挨拶。頼もしい笑顔に、こちらまで頬がほころぶ。安心する。心に膜が張られていない素のままな感じ。どうしたらそんな風にいられるのだろう。
憧れのタイプ。一度、幼稚園近くの公園で次男を遊ばせていたら、秋子先生とばったり会った。即座に、千奈くんママと呼ばれて驚いた。月に2、3度、十数秒会うだけなのに、こちらのことまで認知してもらっていたとは。先生ってすごい。そして、担任でもないのに、長男の夢や得意なことまでご存知で、すらすらと話してくださった。感激。バスでその先生に会えた日は、私の中では当たりになった。知野君、朝顔部の部長になったんですよ。すっごい頑張ってくれてます。知野君から詳しく聞いてくださいね。それでは。およそ1ヶ月前、帰りのバスで長男が降りる十数秒で、秋子先生は嬉々としながら早口で伝えてくれた。いつにも増して目がキラキラしている。朝顔部？知野が部長？よくわからぬまま、コクコクとうなずき、いつもありがとうございますと言ってる間にドアは閉まった。ニコニコ手を振っている先生を乗せてバスは去っていく。長男がテレテレ話してくれたところによると、秋子先生に頼まれて朝顔の苗を運ぶのを手伝ったらしい。そして20もの苗をプランターに植え替えたんだそう。お互い意識しつつも話しかけられなかった裕太君という子と一緒に。部長って何？よく分かってなかったが、これからも朝顔を3人で育てるんだと鼻の穴を膨らませて教えてくれた。そこから雪しぶりはピタリとなくなった。自由時間に一人で何をすればいいかわかんない。誰とも話せない。そう言って泣いていた長男が、今や部長として頑張っているらしい。裕太君と一緒に朝顔に水をあげたり、プランターの雑草を抜いたり。他の子も朝顔の世話を手伝いたくて、話しかけてくれるらしい。役目を与えられ、居場所ができた。雪しぶりで困っていた当時、担任の先生の連絡帳に私はよくこう書いていた。自分から人の輪に入っていけないので、どうか見守って声をかけてやってください。厚かましくもそうお願いしていた。プライドが高くて臆病な長男の最初の一声を手伝ってもらえたら、そうして友達ができたら、きっと居場所ができるだろう。幼稚園が好きになれるだろうと考えていた。今年初めてクラス単位になった若い先生は、参観日に手も声も震えていたが、けなげに答えてくださっていた。が、長男にまず必要だったのは役目だったようだ。裕太君とも、他のことも朝顔をきっかけに話ができた。幼稚園で自分のやるべきことが待っているという自負が長男を支えてくれている。朝顔部は幼稚園のブログでも丁寧に取り上げてもらえた。長男が幼稚園の写真にこんなにたくさんしっかり写っているのを見たのは初めてだ。家とは別人のような目の泳いだ不安げな表情で、それでも苗をケースごと運んでいた。裕太君と並んで苗を植えていた。そのブログが嬉しくて嬉しくて、親戚中にリンクを送った。親バカだ。それから2週間後、次男の入園準備で珍しく幼稚園に行った。秋子先生に感謝を伝えたいと思っていたら、
向こうから見つけてくださった。ちのくんママ、ちのくんが頑張って育ててる朝顔、ぜひ見てってくださいね。すっごくいい感じですよ。すがすがしい笑顔、汗で前髪が張り付いていて人間味がある。あちこちから声をかけられて、とても忙しそう。やはり人気者なんだろうな。ありがとうを存分に伝える間もなく先生は去っていき、教えられた場所で一人朝顔に向き合った。なんだ、まだ一つも咲いていないのか。普通なら見るべきところのない朝顔をじっと見た。しっかりと立てられた太い支柱にびっしりと張られたネット。そのネットを足がかりに高みを目指してまっすぐ伸びていくつる。元気に青々と茂った葉。雑草は一切生えていない。まだ花がなくともその朝顔は美しかった。十分に見守られ、手をかけられて育っているのがわかる。本当だ。すんごくいい感じ。先生の言葉を思い出し、今さらその明るい全校庭の響きに心をつかまれた。朝顔の緑がにじんでしまう。今は誰もいない園庭の片隅にある朝顔のプランターたち。そこに毎日しゃがみ込んでいる長男を思い浮かべた。うつむいて、背中を丸めて、黙々と。芽吹いてきた雑草を細々抜いて、伸びてきたつるがこじれぬように誘引して、土が乾いていたら水やりをして、そんな地味で地道な作業を日々やっているのだろう。園庭の真ん中で追いかけっこするみんなをちらちら見つつ。それでも横に副部長の裕太君がいて、気にかけてくれる秋子先生がいる。ああ、ありがたいな。長男は物心ついた時から難しい子供だった。楽しそうな集団を横目で見ながらも、私のそばから離れることがない。だからそばで見ていて気の毒になってしまう。けれど、ひとまずこれでいいんじゃないか？長男は朝顔部長として落ち着けたようだ。そこから本人が望むのなら、世界を広げていけばいい。役目をもらい、まずは居場所ができた。幼稚園の中でいてもいい場所、喜んでもらえる場所が。朝顔につぼみがついたらしい。咲くのはきっと何でもない朝顔だ。夏中どこにでも咲いている見飽きた朝顔。それでも大事に育てている人にとっては特別な。すっごくいい感じな朝顔が、きっともうすぐ咲く。曲はジョン・コルトレーン、Say It。朗読は梅垣種さんで、役目が居場所を作り、朝顔がきっと咲くでした。いずれにしても生きていくのは子供も大人も難しいですよね。さて、来週3週目はまたまた映画のおすすめをしたいと思います。どんな映画でしょうか。お楽しみに。またあなたのおすすめがありましたらメッセージをお寄せください。メールアドレスは797@fmgino1.com です。さて、また1週間が始まります。どんな1週間にしますか。いいことがいっぱい起きますように。番組に参加してくれた皆様ありがとうございました。お相手は秋元紀子でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。